れずに、いやあれはちょっと入れるのちょっとあれなんでためらっちゃうんだけど、なんと取っておきの気軽なタトゥーがあるんです。それがこちら、このね日焼けタトゥー、通称日焼けタトゥー。これ一応マニキュアで描いてもらって、後ろのここに僕はガオガオ、ガオの2乗でガオガオって書いたんだけど、じゃん、こんにちは。ちっちゃい星、これもうボロボロになっちゃったけど、ガオガオくんに書いてもらいました。でこれとこれね、まあ実際まあ本当にタトゥーみたいになるかどうかわかんないんだけど、まあ一応ここです、ここに数時間、いや数時間、1、2時間はいるから、ここで日焼けして日焼けタトゥーができるかどうか、ああそれかただマニキュア塗って肌が荒れちゃって終わるのかどうかお楽しみに。それではそれを検証していこうと。そうです。ということで、あれから3日間ぐらい、3日4日経ったんですけど、この日焼けタトゥーの結果を発表したいと思います。でももったいぶらず行きましょうか。行きますよ、3、2、1。こちら大成功ですね。これでかいけど、いや友達に書いてもらって全然確認してなかったんだけど、マジでかいね。本当にこれはちょっとやらかしたっていうのもある。やらかしてる絶対に。これは(笑)(笑)しかもガオガオってやりたかったけど、これ縦にガオって入ってるからさ、本当は横でガオで O の上に2でガオガオで読めるじゃんね。でもこれ G の上に2があるから G の2乗になってだけで、なんか別にガオガオっぽくはないんだけど、そこはちょっと残念なんですけれども、まあ思ってた通りにはできたから成功ですね。友達が言うにはこういう日焼けのってめちゃめちゃ残るらしいから、いやなんか動画の入りで本当のタトゥーより気軽にできるとか、なんかちょっとバカなこと言ったんだけど、バカ！そういうこと言った自分をちょっと殺しやりたいですね。この前のワクチン1回目打ったんですよ、この左腕に。看護師さんにこうやって見せながら、看護師さんがなんかちょっと聞いてくれればこのことについて僕もちょっと気が楽だったんですけど、その看護師さんは別に何も言ってくれなくて、僕からもなんかちょっとその話を聞いたり切り出そうとしたんですよ。でもそこまで勇気がないから、本当にただこうやってまっすぐで何も話さずワクチンを打ってもらったって感じです。めっちゃ恥ずかしかった。自分でやったのはバカなんだけど、ね、こっからどんぐらい残るかわかんないけど、まあ、別にそこまでここが露出する服なんてないから、そんな気にはみんなは他の人の目には入らないと思うんだけど、まあ、こいつとうまく付き合っていきたいと思います。それではね、以上。いやちょっと待って、この白い背景あれにしようか。海にしよう、かわいい海にしよう。できるかな。せーの、せーの、せーの。最近ね、あの黒巻だっけ、そういう編集みたいなものできるようになったと思うから、工夫していきたいと思います。それではズルル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 ツイッターとインスタのアカウントがあるので、ぜひ見てみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。